お疲れ様です。はい、今回報告なんですけど、総長、結婚しましたという感じです。はい、総長結婚しましたという感じです。で、こちらが相棒のね、三村って言うんですけど、まあ、こいつとじゃないです、こいつ結婚したんじゃなくて、こいつは僕の相棒ですから、はい、な感じなんですけど、まあ結婚して思うのは、まあ特に変わりないかなっていう感じなんで、なんか別にそんなに変化はないかなっていう感じですね。まあでも僕に関しては正直、まあ結構動画で言ってるんですけど、女子バドミントン選手とデートするっていうその動画の企画とか全然したいなと思ってるし、なんか別にプライベートで普通にね、ご飯行くぐらいなら全然いいかなと思ってるぐらいだし、まあこうやって公言してるんで、まあ別にそれぐらいならいいかなっていう感じですね。はい。全然。で、まあ、でも本当ね、僕実はね、そのプライベートで遊ぶっていうのあんまりなくて、どっちかというと、仕事で、なんていうか、その、なんかプライベートのその仕事が割とごっちゃになってるタイプなんで、だからなんか、女子バドミントン選手と交流するんなら、あのね、なんて言ったらいいんだろうな、まあ、なるべくその仕事と絡ませた交流がしたいなっていうふうに考えてます。なんでまあ、ね、なんかほら、変に誤解されるのも嫌じゃないですか。なんで向こうにもその迷惑がかかるし、こっちの仕事にも支障が出るので、なんで僕は基本的にその、なんだろう、ご飯食べたりとかってそういうところまでは全然まあ、僕がそのこの人とちょっと話してみたいなと思ってる女性なら全然 OK かなと思ってるし、まあ、奥さんもね、そこら辺はまあ、理解してくれるかなと思います。まあ多分普通にいいと思います。はい。まあ、その芸能人みたいにね、なんかスキャンダルになるっていうことも、ないと思うので、きっと、はい、な感じです。まあ、別にそこら辺は、なんかその、デートしたよっていうふうに、なんだろう、その、公開してもいいって、向こうのね、女性が言えば全然公開するしっていう感じですかね。はい、な感じで。なんか僕あんまりね、その、なんか、めんどくさい人間関係とか、その、めんどくさい付き合いっていうのを、やっぱすごく嫌うんですよ。多分普通の人と比べてもすごいそれを嫌う傾向にあって、だから割と人間関係も基本的にはその大勢と仲良くしたいっていう感じじゃなくて、そのこういうポジションとしてはまあこの人たちと仲良くして、でこういう時はこういう人たちと仲良くしてみたいな感じで、そのなんだろう、その人間関係で付き合うことで僕にもメリットがあるし、その交友してる人たちにもメリットがあるっていう人間関係を基本的には目指してるというか、まあ、そこら辺を基本重要視してるんで、なのでまあなんだろう、本当になんか単純に好き嫌いで人間関係で僕基本してないです。はい。僕が価値提供できて、その向こうにメリットがあって、なおかつその人と付き合ってるとこっちもまあその間接的にでもまあ直接でもいいんですけど、メリットがあるっていう、その交友関係をその続けれるような人としか基本交流してません、僕は。はい、な感じです。まあまあこの人と話しててもまあそんなに面白くないけど、まあでも話を聞いておくだけで、まあ、この人がスッキリするんだら、まあ、聞いておこうかな、ぐらいの人は、まあ、当然ね、ゼロではないですけど、まあ、まあ、そこら辺、あんまり僕、感情を出さないというか、感情で付き合いをしないタイプなんで、そんなに、はい、な感じなんで、まあ、その、とりあえずね、うちの奥さんに関しては、まあ、その、僕がこういうことをしてるのは当然知ってますし、なんていうか、まあ、それを知って、た上でのは、まあ、そういう、まあ、結婚に至ったので、まあ、本人もね、なんだろう、なんかもう、勝手にしてくれみたいな感じなんですよ、はっきり言って。そう。なんかもうね、それに関して、こういう YouTube 活動に関しては、もう割と、奥さんからしたらもうどうでもいいと。はい。お前が何やっていうのが別にどうでもいいっていう感じなんで、まあ、そこら辺は別になんか今後も、まあ、特に変化はないかなと思います。な感じです。かわいいですね、三村。はい。はい。三村かわいいね。はい。こんな感じです。
まあ、今後もね、そんなに、まあ、YouTube 活動に関しては、まあ、変わりなく続けていこうと思います。もう一回言うけど、僕は全然男女関係なく普通にプライベートでちょっとこの人とご飯行きたいなとか遊びたいなと思った人とは全然行きます。もう男女関係なく、男子でも女子でも関係なく行きます。ただ、くれくれくんとか、なんか一方的に、その、僕と話したいだけとか、まあ、そういう人はあんまり付き合ってないかなっていう感じです。はい。では。